がご視聴ありがとうございます。和作りの活動では自分たちの場所を自分たちで作っていこう、維持していこうという、取り組み運動を行っています。その中で今必要物が4点あります。1つ目と2つ目は車を持ち上げるジャッキアップ、その持ち上げた時にジャッキアップした時に車を支える馬と呼ばれるもの、これを探しています。あと2つは、高枝バサミと脚立を探しています。今秋のシーズンでいろんなものが取れる時期になってきました。なのでこの脚立やったり高枝バサミ、持っててお譲りいただける方いたらぜひご連絡ください。お待ちしています。連絡お待ちしています。で、和作りの活動、2024年からは2030年を目指して、活動していきます。2030年までに畑だけでなくて畑以上のもの、自分たちの場所を、手に入れて、そこで自分たちをで維持管理して、自分たちの集まりたい集まり方ができる、暮らしたい暮らしができる、取り組みを行っています。そのために自分たちで必要なもの、暮らしに必要なものを自分たちで作っていこうという運動をしています。どうかぜひご覧ください。その他ホームページでも、毎日活動の更新を行っていますので、ぜひ、和作りの活動に関わりたい方、ホームページや動画見て、ご連絡ください。よろしくお願いします。すごいありがたいことに去年からこの畑をお借りすることができました。そしてようやく畑らしくなりました。いろんなものを、育てきて、主にやっぱり有機の方が早いですけどね、外から見て畑らしくなってきたかなと思います。そして、人がどんどん集まってくる、環境ができたらなと思っています。ね、たくさんの方来ていただいて、それぞれで当事者意識持っていろんなことを維持管理する、運営をしていくことを一緒にできたらなと思っています。で、畑だけじゃなくて家屋だったりその他の場所、遊び場所なのか教育場所なのか雇用先なのか、それは分からないですけど、もっと広い場所をやっぱり自分たちで維持管理して、自分たちの場所を、作っていく、広げていく、自治意識を持っていく、取り組みをこれからも行っていきますので、ぜひ皆さん一緒に取り組んでいただける方はよろしくお願いします。そして一緒に取り組んでいこうと思えるような人が増えたらいい、取り組みにしたいと思います。しんどいだけじゃなくてね、しんどい中に楽しさがあるっていうことをね、伝えていけたらいいなと思います。本当に、自分一人じゃなくて今年はいろんな方が頑張ったおかげでこの畑があったり、その他の場所があったり、関わりがあったなと感じています。はい、なのでそういった方が2024年も2025年も増えて、2030年に向けた取り組みにつながっていけたらなと思います。はい、どうもこれが最後の動画とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。